こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では股関節が使えない原因、理由っていうのは何なのかについてお話をしていこうと思います。まあ、股関節に関わる筋肉だったり、また体幹からのつながりでなぜ股関節が使いにくくなるのかっていうことについてお話をします。まず今日すごく大事になってくる筋肉っていうのがありまして、それが大腰筋なんですね。でそれに付随してこの腸骨筋っていうこともお話をしていこうと思います。この2つがまあ一緒になってね、俗に言う腸腰筋って呼ばれたりしますが、まあ、この大腰筋と腸骨筋が股関節の動きにどう関わってくるかなんですけども、まあ、この大腰筋と腸骨筋の働きっていうのは股関節を曲げる動きなんですね。だからもも上げの動きの時に関わってくるんですね。だからまず第一に、ここが硬くなると引きにくくなるわけですね。足が引きにくくもなるし、今度は上げにくくなるんですね。引きにくくなる理由っていうのは、ただ単純にここが硬くなるから後ろに引きにくいわけですね。でここが硬くなると今度は筋肉の出力もね、落ちることがあるので、今度は結果的に上げにくくもなるんですね。ですのでこの大腰筋と腸骨筋っていうのが股関節の動きに関して結構キーになってくる筋肉なんですね。まず最初に、ここが純粋に硬くなるから股関節伸ばしにくくなるし、曲げにくくなるっていう原因があるんですね。でこれに絡めて他の股関節の筋肉と合わせていくと、実は股関節を屈曲させる筋肉ってそんなに多くないんですよ。例えばこのね、大腿筋膜長筋とか大腿直筋とか方向筋とか、まあ場所によってはね、この中殿筋とかその奥にある小殿筋っていう筋肉も股関節屈曲をするんですが、股関節の屈曲の筋肉自体そんなに大きくないし、多くないんですよ。それに比べて股関節を伸展させる筋肉、後ろに引く筋肉っていうのはこの大殿筋だったりハムストリングスだったり、このサイズ感を見ると全然違うじゃないですか。だから股関節の屈曲の筋肉自体そこまで多くないんですね。で何が問題になってくるかっていうと、このね、股関節屈曲の筋肉の一つである大腰筋だったり腸骨筋っていうのは、例えば内臓の奥にあったり、あとお腹のすごく奥にありますよね、位置関係的に。今腹筋の一番外側ね、これ出しているんですが、腹筋を吐いて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 、やっと腹筋を吐いて、もうここに内臓があるわけですね。でその内臓を消してやっと大腰筋とか腸骨筋っていうのは見えてくるわけですよ。このことから何が言えるかっていうと、大腰筋とか腸骨筋っていうのはもともと深い場所にあるので、そもそも意識しづらいところにあるんですね。あ、よっしゃ、大腰筋を効かせるぞって思っても深いところにあるので、まず触れないし、自分で触りにくいし、あ、ここに大腰筋あるんだなっていうことも感じにくいんですね。感じにくいってことは、よし、大腰筋腸骨筋を使って股関節動かすぞって思っても、そもそもどこにあるのかわからないので感じようがないじゃないですか。ということは必然的にこの大腰筋とか腸骨筋っていうのが使いにくい状況になっちゃいますよね。ということは他の股関節屈曲筋っていうのをメインで使っていかなくちゃいけない状況になっちゃうんですね。例えば大腿筋膜長筋とか大腿直筋とか方向筋とかですね。大腰筋とか腸骨筋っていうのを使えずに、もう使えないから仕方なく手持ちのカードだけでやろうと思っても、こいつらもともと弱いのにもっと働かなくちゃいけないってなると、じゃあそこのね、股関節の負担になったり、もっと股関節屈曲っていうのはしにくくなるので、このね、大腰筋と腸骨筋っていうのを深いところにあるんだけど意識して使うっていうのが、股関節をしっかり効かせるために大事な働きになってきます。だこれがですね、大腰筋腸骨筋がね、意識しづらい理由、結果的に股関節が使えないっていう状況に関わってくるんですね。そして次は体幹との関係性にね、行きたいんですが、この大腰筋と腸骨筋の話題は続きます。この大腰筋と腸骨筋の役割っていうのは、股関節屈曲だけではないんですね。股関節屈曲もするんですが、もしね、足が固められた場合っていうのは体幹を屈曲させるんです。体幹屈曲とはどういう動きかっていうと、腹筋運動ですね。よいしょって体を起こす動きのことです。これは足が固められた時に起こる動きなんですね。
で、体幹屈曲で非常に大事になってくるのがこの腹筋群なわけですよ。この腹斜筋とかこの腹直筋っていうのが体幹の屈曲をやるわけですね。こうやってグイーンと。ですが、先ほど言ったように大腰筋もこの体幹屈曲をやるわけです。じゃあここからどういう考察ができるかっていうと、腹筋、体幹屈曲って言うとやっぱり腹直筋とか腹斜筋をね頑張って鍛えようとするわけですよね。ここめちゃくちゃ頑張ってシックスパックの筋肉にしたりね、キレのあるウエストっていうのを作ろうとするわけなんですよ。それはそれでいいことなんですけども、この外側腹筋ばっかりを鍛えすぎちゃうとどういうことが起こるかっていうと、もう体幹の圧力が強くなっちゃうんですね。まあ、腹筋を鍛えることはいいんですが、鍛えすぎちゃうとここが硬くなりすぎます。この長方形立方体っていうのがね、この体幹とすると大腰筋っていうのはこの奥にあるじゃないですか。でその奥にはねこの背骨があるわけじゃないですか。この前側ばっかり鍛えすぎちゃってここが硬くなるとこう押しつぶされちゃいません？この容器っていうのが、この長方形が押しつぶされちゃいますよね。じゃあこの奥にある腰椎とか大腰筋はどうなるかっていうと、まあ、押しつぶされるわけではないですけど、まあ、ここのスペースが減っちゃって作用しにくくなったりするケースもあるんですよね。でそれがどういう意味になるかっていうと、体幹屈曲するときに大腰筋って働くんですね。だから腹筋群と、まあ、体幹屈曲においてはセットで働くわけですよね。じゃあ今度はですよ、じゃあ体幹が硬くなって大腰筋が作用しにくくなりました。じゃあ今度は股関節動かすときにここが動かしにくくなるっていうケースがあるんですよ。だからこの腹筋群を鍛えすぎちゃって体幹を圧迫しすぎちゃって結果的に大腰筋も使いにくくなる、まあ、もしかしたらねこの腰椎っていうのも使いにくくなるケースあるんですね。そこから大腰筋っていうのは股関節を動かす筋肉だから股関節の働きにも影響がいくということなので、これね何も腹筋を鍛えるなとは言ってないんですよ。だけどあまりちょっとねやりすぎちゃうと大腰筋とか腸骨筋にも関わってきますよっていうことをお話ししたかったんですね。でこっから、ね、もっと深めていきたいんですが、大腰筋の目の前には内臓っていうのがありますよね。ということはこの内臓が硬くなったり動きが悪くなったりすると大腰筋の方にも影響がいくわけですよね。例えば、まあ、便秘になったとかお腹の調子が悪いとか、特にこの大腸とか小腸っていうのは大腰筋とすごく近いんですね。これ大腰筋です。これ大腸の一部、上行結腸というところなんですね。ここ位置関係的にすごく近いのが分かりますか？ということはお腹痛い、お腹下しちゃったっていうケースになったら大腰筋にもその影響がいくだろうし、ここね今見えてないんですが筋膜的にもめちゃくちゃ近いんですね。大腰筋の筋膜、そしてまあ腹膜っていうねこう内臓を包んでる膜っていうのがこうめちゃくちゃ近いんですね。じゃあお腹壊しました、膜組織のつながりで大腰筋に影響がいきます。結果的に股関節の制限になることもありえるんですね。これが内臓の制限から大腰筋経由の股関節の制限につながるっていうことなんですね。他にもつながりのある内臓っていうのは、例えばこの小腸とかっていうのも一回消しましょうかね。実は小腸っていうのは腸間膜っていうものでこうつながれてるんですね。こうベルトみたいにつながれてるんですよ。それ腰椎またいでるし、この大腰筋ともすごく近いんですよね。じゃあ小腸自体も硬くなりました、ね、大腰筋動きにくくなりますよね。じゃあこの下にある股関節も動きにくくなる、使いにくくなるっていう現象があるんで、内臓っていうのが筋肉とつながってる、関節とつながってるっていうことを考えたら、そこから股関節、まあ、もしくは、ね、骨盤とかいろんなところにも制限いくんですけど、関節の制限になるんです。もうちょっとだけね内臓関連でお話をしていきたいのが、これね大腰筋股関節を深田上で外せないのが腎臓なんですね。腎臓もさっきお話しした大腸みたいに大腰筋とめちゃくちゃ近いんですよ。ですがこれは特に近いんですね。この角度がいいかな、ちょっとここなんかスペースあるっぽく書かれてるんですけど、腎臓っていうのはもうちょっと後ろにあって、本当大腰筋となんか接してるんじゃないかっていうぐらい近いところにあるんですね。
まあ、前から見た位置関係でも、まあ、例えばこのエリアわかります？このエリアで大腰筋と被ってるし、このエリアでも大腰筋と被ってるじゃないですか。ということは腎臓が硬くなりました、動きにくくなりました。じゃあその緊張がさっきの大腸の時に言ったように大腰筋の方につながることもあるので、腎臓っていうのは本当大腰筋とつながっているので、腎臓と大腰筋のつながりっていうのは本当切っても切り離せないぐらいの大事な関係性があります。これがですね、まあ、大腸だったり小腸だったり腎臓だったり大腰筋とつながる、だから股関節の働きに関わってくるんですね。今日は、股関節っていうのがなんで使いにくくなるのか、その原因は何ぞやっていうことについて話をしていきました。その核となるのが今日お話ししたのが大腰筋と腸骨筋でした。もちろん他の筋肉とか関節とか内臓とかつながりを考えていったら他の筋肉も制限される可能性はあるんですよ。だけど今日は大腰筋とか腸骨筋を軸にして、どこが硬くなったらこうやって大腰筋経由で股関節の働きに関わっていくんですよっていうことについて今日はお話をしていきました。今日は以上です。ありがとうございました。